中日ブリボンズ、途中でブリブリしまくり、お笑いやホクサ負け、もう終わりだよこの球団。ひどい試合だ。岩崎ってまともに通用しない150出てるのに。カリステは攻めないよ。首脳陣は分かっててセンターで起用してるんだからね。カリステ絶好調すぎてくさ。唯一の得点だ。松葉のタイムリーとか野手陣恥ずかしくないの？今年は負けパが大量に戦力外だろうな。今のとこマジで使えるのいない。首位と6点もゲーム差の借金もか。ああ早く広島ボコりて。延長10回で5点取られたの？バカじゃないの君たち。みんな守備守備って言うけど、岡林の守備って言っちゃ何だけど上手くないよね。肩も大して武器になってないし。負けパでマシなの橋本と藤島とフェリスだけか。まだ応援してるファンは真のファンやな。普通ならもう帰っておかしくない。最小失点でたとえ同点になっても次の回ピッチャーいないか。冷静に考えて福永4番とかいう謎采配で2連勝してたので満足するべきだったな。なんでうまくいったのかわからん。中島を代打で使わんだら若手かなか。多少を代打枠で上げた方が良いやろ。中継ぎがバテた時が経つ。波政権終わりの始まり。ヤクルトを一気にめくって3年連続最下位や。岩崎って来年もいるのかな。病み上がりと YMO 年だし。確実に仕事する清水、松山、藤島ってすごいんだな。大野から1億ずつ分けてもらえ。ご視聴ありがとうございました。